どうも、ゴルフ界のアダモちゃんこと、スドちゃんでございます。というわけでですね、今日はなんと、2027年日本オープンゴルフ開催地の予定にもなっている、この名門コース、暴走カントリークラブ暴走ゴルフ場東コースへお邪魔しております。さて皆さん、こんな経験はありませんか初めて100を切った時、あれ俺ってうまくね上級者の仲間入りじゃね なんつってちょっと調子に乗った次のラウンド110叩いちゃったもしくは120叩いちゃったあれ俺上級者じゃなかったのとか250ヤードのまぐれあたり一発ドカーンとカっトばしておっしゃ俺って飛ばし屋じゃねなんつって調子に乗った瞬間フォームをガッタガタに崩しスコアをガッタガタに崩したあれなんでなんていう経験ありませんか これは皆さん、ゴルフあるあるなんですが、これは実はですね、ゴルフの神様の仕業なんです。すずちゃん、いつも言ってますよね、ゴルフの神様は短期です。えー、僕の知る限りでは、ヒンズー教の破壊神、シバ神と同じぐらい短期です、えー。ゴルフラウンド中にですね、少しでも過信、慢心、なめぷ、こういったことがあるとですね、即転中下ります。即転罰 与えられれまますすそれがゴルフの神様であります非常に苛烈な神でありますそんなゴルフの神様に世界一目をつけられてる男、えー、その男にスポットを当ててゴルフラウンドを見ていきたいと思います大外しだあ<っ>はいやいたゴの下のラインをめちゃめちゃ下の先ですね 人 <laughs> のラインちょめかガチャメカしのお先。苦 <laughs> 手お先 <laughs> さあ早速やってますね。ピンクの無法者ニコラスですね。人のラインをガッチャリ踏んでるお先。人のラインガチャメカしお先ですね。非常に身勝手なお先であります。海をこれはよく決めた。 そして、ラインをガチャメカされた男。ナベプロ、かわいそうですね。この、非常に大事なパッドどうなんだ、はい、やはり、やはりならない、ないこれなんですね、ゴルフというのはね。やられましたね。ナベプロ、最初のホールからいきなり、ニコラスに食らいました。今日のメンバーは、かよですね。そして、ピンク界の罰当たり男、ニコラスであります。この男に今日は要、要注意ですね。えー、いつもなんですが。 今日は要注意してこの男を注視していきましょうそして鍋プロですね顔が映ってないさあ須藤ちゃんのこれ2ホール目素晴らしいスティンガーショットまあヒールを食ってるんでね全然飛んでませんが全然あのバンカー越えれば OK ですよねこのホールはねえー、第2打は短い番手で打てると思いますかよこれは素晴らしいぞ高校野球のような音がしますでキャイン しますね音がね,ね素晴らしい当たり完璧な位置だそして <laughs> これはニコラスの 4U どうなんだ刻んでいったが木の真裏について本当の真裏ですもう出すことしかできない真裏やっぱりいきなりバチが当たりましたねニコラスねこれなんですねあーと鍋べプロは先ほどのトリプルボギーパッドを引きずってるようですかわいそう えー、須藤ちゃんはこれはちょっとねー、若干つま先上がりだったんで、巻いてしまいましたよね、えー。巻いてるジャクソンであります。す、え、ど、ー、ちゃんのこれはアプローチなんですが、注目は左奥。ニコラスのバンカーショット、全然出ない <laughs> ニコラスね、そこまでバンカーショット、えー、苦手意識はないと思いますね。次では出るでしょう、さすがにね、えー。自分の足跡に入ってなければ、また出ないぞ <laughs> 何をやってるんだ砂だけ飛ばして。ボールは一切飛ばせません。これはニコラス何をやってるんだろうここでスドちゃんはびれを切らして先に打ちます。うん、ラフに食われてちょっとショートですが、まあまあしょうがないでしょう。これはね、夏のラフなんでね。えー、そしてニコラスのバンカーショット、まだ続いております。これも出ないどうしたパワーが 持ち味のニコラス、いくら振っても出ない、しかもそんな顎高くないんですよ、このバンカー振っても振っても出ない、呪われてるように出ない、これは小細工したが <laughs> これも出ない <laughs> これはおかれしいぞ、これは呪われてるぞ、これは天罰下ってますね、早速、先ほどのナベプロのこれはホームランでなんとか出した、<laughs> 先ほどのナベプロの <laughs> パットの。 がっちりラインを踏んだ天罰、早速下ってる模様ですね。なんだ、須藤ちゃん、ただ下手なだけだろうなんていうね、えー、辛辣なコメントも来そうですが、えー、早速、天中下っております、須藤ちゃん、大事なボギー、パットはナイスボギー。これは、えーねボ、ボギーじゃない、パーですね。き、えー、っちりパーを拾ってきました。 わあーっと、須藤ちゃん、これはやってしまいましたね。巻いてる、巻いてる、巻いてるジャクソンで OB でございます。これもね、実は須藤ちゃんね、スティンガーじゃなくて、ここロ、長いロングだったんで、飛ばしてやろうという気持ちが非常に強かったんですね。いいその満身を見抜かれました、ゴルフの神様に、クソー、うん、そしてニコラス、今日実は絶好調なんです。めちゃくちゃニコラス、ティーショットいいんですよ。そして須藤ちゃんのこれは、えー、3打目の打ち直しですね。 まあ、これはギリギリ右のラフに残ったかなというボールでした。そしてニコラスのこれ2打目なんですが、なんとヤーデージクイに当たって10ヤードぐらい戻ってきました。またもや天中くなっております。こ <laughs> の顔ですよ。そしてスノちゃん、これは 4U。オーバイグッドネス。素晴らしいボールでね、もうグリーンのすぐ手前まで運んできましたね。スーパーショットであります。 ここまで運んできました、あとは寄せるだけなんですが、なーんとこれがビリヤード鍋プロでしょうかえ、ボールにぶち当たってしまって、鍋プロついてませんね、今日ね。 そしてニコラスのこれ大事なパッドは強い外したそしてその足でラインをガチャメカシまたやってますねこれ須どちゃんと鍋プロのラインをガチャリ踏んで踏んで踏み倒しております見てくださいもう一回リプレイで見ましょうつうちがない躊躇なくラインをガチャメカしますねこの体重でね非常に今日ねあの緩い あのコンディションですよ、芝は。えー、ガチャメカします、何も直す様子もございませんさあ、ピンク界のミスター硬眼むち、ニコラスにラインを踏まれて、やっぱりそれる。ありえないそれ方しましたね、かわいそう、鍋ベプロ、今日はついてない、こういう日か、そしてカヨは、これを沈めた、素晴らしいタッチだ、そしてライン呼びだ、やはりニコラスに踏まれてませんもんね、ラインを踏まれたスドちゃんは、最後のひとのみがない。 やっぱりやられてますよね、ニコラスにね、がっちゃり踏まれてますもん。そして、鍋プロ開始は入れたいが、まだ動揺してる、かわいそう。さあ、須藤ちゃん、この日はアイアンが切れたナイフであります。非常に切れていた。7番アイアン、特に調子良かったですね、これも完璧な玉筋、ナイスショット。そして、火曜はね、こういったアプローチ、非常に上手くなりましたね。 この上げるアプローチからピッチングを使った転がすアプローチ。非常に使い分けが上手くなった。これはナイスアウト。さあ、鈴ちゃん、これはもうラインというよりもタッチを合わせるだけですね。非常に切れていく。ニコラス踏んだでしょうかあの辺。カヨもね、この辺のね、タッチも非常に良くなりましたね。ロングパッドのタッチ。これもね、匂わせますもんね。カップインをね。え素晴らしい。これも田ちゃんも楽々パーですね。 さあ、ニコラスの数々の暴挙、ゲスト解説のえなりかずきさん、どうご覧になりましたでしょうかそんなこと言ったってしょうがないじゃないか。夏休み、どこにも連れてってくれないんだから、岡倉行くしかないだろう、クソまば。さあ、というわけでですね、前半終わりましたが、ニコラス、なんと61のぶったたきこれはひどいですね。この日、ニコラス、非常にショット調子いいんですよ。ティーショットバシバシフェアウェイ捉えてます。それなのに61叩く。 これがゴルフの神様の恐ろしいところなんですね。天柱に着く天柱ですよ。本当に怒らせたら怖いゴルフの神様。そしてえなりがひどい。もうぞ午前低屈。ええ。取れ <laughs> <laughs> た。卵を産みましたね。完全に卵を産みました。 <laughs> その後オ大トップですよ天罰下って大トップ。 さあ後半のキーとなる17番ホールですね非常に難しいホールでこれ安土ちゃんナイスショットだしかし2打目は気がすタイミングになります非常にこのティーショット難しいんですよそして卵を平気で産む男卵を産みまくります、えー、ピッコロ大魔王ぐらいね卵を産みますからね彼はねしかしねすっごい調子いいんですよこの男本当にティーショットめちゃくちゃ良かった カヨはこれ当たってないがまあフェアウェイをキープしたのでまあいいでしょうカヨも頑張って白 T から回っておりますそして鍋ベプロ今日は散々にこらずにやられてるかこれはショットトレーサーがバグりまくり今日はついてない一日ですねかわいそうそしてソチちゃんやはり気がスタイミー右側を通そうとしたら引っかかって左側を通りましたよく当たんなかったねこれ木にねうーんこれはついてた そして大事な第3打。これですよ。しかし、ラフが深い。突っかかってる。ラフに絡まってね、ヘッドがギューン返ってね。うん、左に引っ張ってしまいました。これはもう寄せるだけのパットですよね。まあでもこの日はタッチはまずまず合ってたんじゃないでしょうか。うん、まあボギー。まあしょうがないでしょう。このホールは非常に難しいコースなので、ボギーでパーのようなもんです。 さあそしてこれはですね、かよのボールがないんですよ、明らかになくなるボールじゃないのに、かよのボールが見つからない、これ、みんなで大捜索してるんですが、あーっと、1人捜索に加わらない男がいますね、なんでしょうか、かよのボールね、全然なくなるわけのない、この辺にね落ちたの見えたんです、本当に。だからみんんなでで探してるんですが あーっと創作に変わらないどころか、身勝手にもうカートを走らせて、ちょっとリプレイ見ますよ、身勝手に自分のところにまでもうカートを走らせてますね、これはひどいさあ、そして切り替えていきましょう、最終ホールのロングですね、これはファイブウッド、素晴らしいですね、非常に捕まった球です、これ、ドライバー持つとね、クリークに入っちゃうんですね、ファイブウッドで刻みました、そしてニコラスには天虫だー とんでもないこすり玉だ。今日絶好調だったが最後の最後にやってしまった。もう隣のホールのフェアウェイぐらいまで行きましたかね、これね。そして鍋プロ、今日ついてなかったか、今日1持ってきた、最後に。吹っ切れましたがね、素晴らしいボールでした。ナイスシそして藤ちゃん、これは力んで、ちょっともう、なんかね、えー、2打目で乗せてやろうという色気がね、こう出ましたよね。ギャンとヘッドが返りました。 おっすぐ<え>跳ねて左超えていった何なんだろうおじさんじ埋めなかったのか卵もあそこで埋むつもりじゃねえもしかしてワープして埋むつもりじゃねえか 打った形跡ないもんねさあそして大事なサードショットこれが出てしまった最後の最後にシャンクこれは明らかにニコラスのワープに動揺してますねバンカーに入ってしまいましたこれは絶対入れてはいけない距離のある非常に難しいバンカー出すだけでは全く距離が残ってしまいます これはやられてしまいましたね。ニコラスにね、こんだけのえパーパット残してしまいました。これは距離を合わせるが強烈に登ってるんで、まだ短いんじゃないか。こんだけショートしましたね。これは厳しい。これは厳しいボギーパットだ。これですよね。やっぱりこういう当たりが鈴ちゃんの下手くそなところ。まあしょうがないか。これも実力。うん さあそしてこれが最終結果ですね、須藤ちゃん、なんとか80台にしがみついたといったところでしょうか、アイアンが良かっただけにもったいないですね、88、そしてニコラスはどうなった、58叩いたぞ、119だ、ショットが絶好調なのに、119、これは本、ね、当にショット、めちゃくちゃ良かったんですよ、この日、もうティーショット、爆当たりしてましたからね、しかもほとんど。 フェアウェイ捉えてましたから、それでも119ですよ、やはり神様、ゴルフの神様を怒らせた男の顛末、恐ろしいですね。というわけで、ですね解説の川藤さん、ニコラスの悪事の数々、どうご覧になりましたでしょうか。これははあかん,あかんよピッチャーは安藤福原